の YouTube イエス時間の鬼まむしこと沢しげみです。フィロソフィスト沢しげみということでですね、哲学的にいろんなものを考えていきたいなと思います。哲学っていうのはですね、本質を見極める、学問というか遊びというかですね、人生の無駄な営みというかですね、そんなところなんですけども、フィロソフィスト、反知性派ということですね。知性派の反対、何でも知ってる派という知性派の反対、つまりフィロ反対、ソフィスト知性派ということですね。知性反知性派、つまり私は何も知らないことを知っているという、そういう人がですね、フィロソフィストだというふうに言われてます。さて今日はですね、前回の続きですが、脳について考えてきましたが、脳ね、前回いろんな五感、視覚聴覚味覚嗅覚触覚、いろんなものが入ってきてますが、そして筋肉としてアウトプットされる、細かくはホルモンとかいろんなもの分泌されたりして、そういうのもアウトプットの一つなんですけども、それをぐるぐるこの中に作用するものだとしてですね、大体このような感じになってますが、もう一つ重要なのは、実は自分の脳から出てきたインプットっていうのがあるっていう話でしたね。もう真っ暗で聴覚が何も聞こえない、味も感じないってやってても、自分の脳の中でぐる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 考えていく、この自分の脳から入ってくるこのインプットが重要でしたよという話をしました。そして、もう一個話したのは、自分は他の誰とも一回も話したことがない、自分は自分の脳とだけ対話したことがあるっていう話をしましたね。そうなんです。すべてその聞いた意味も見た意味もすべて自分の脳の中で解釈した、その意味でしか捉えられないわけですね。ある人が紫はなんとかだって言っても、その紫を見たことがなければ絶対にわからない。紫を理解してるのは自分の頭だけなんですね。色もそうですし、味もそうですし、本当は自分がサーモンを食べた時の味と全く同じ味を、他の人は実はステーキを食べた時に感じてるのかもしれない。それはね、絶対にわからない。この感覚、クオリアっていうのは脳の中でどこで生成されてるのか、どこに着地するのかっていうのは、これはわからないわけです。これをクオリア問題というふうに、茂木健一郎先生とかはおっしゃってるようですね。で、私もこのクオリア問題を着地させるためには、魂とかですね、そういったものの存在、魂がね、人間、人類全員つながってるんだとか、そういったことをですね、やはり考えていかないと、ちょっと答えが見つからないのかもしれないなと。このクオリアをね、どこに、この脳の中のどこに着地させるのかっていう問題もまたあるんですけど、今日はですね、それは本題から、ちょっと逃がしまして、この脳の中はですね、ニューラルネットワークとして、その、脳神経細胞、ニューロンから出たこうシナプスが他の、ニューロンにですね、神経伝達物質を出して作用し合う、これが意味ありげに行われていくことによって、人間の思考とかこう言葉を喋ったり、こういろんな知的な活動が意味ありげな入力に対して意味ありげな出力が出ていくっていう形でですね、なされているんだと、ね、この口で喋るのもこの表情を作るのも全部筋肉ですからね、こういったメカニズムになってて、実はですね、視覚が一番、情報の、諸説でありますが、8割視覚だとか、1割聴覚だとか、いろいろありますけれども、私はですね、この脳の中の、自分の脳のアウトプットから出たのがまた自分の脳に入ってくる。これ、リカレントっていう、ぐるぐる回るっていう意味なんですけど、数学的にはですね、このリカレントがあるとめちゃくちゃ難しくなってしまうんですが、リカレントして、その、ぐる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 回っていく。で、ある T 時刻の脳内状態が T プラス1の時にどういうふうに変化するのかっていうのは、この全部リカレントの状態も含めて定義されていく、このようになってるわけなんですけど、じゃあこの脳の中で一体何が行われてるのかっていうのを今日はシェアさせていただきたいと思います。これはですね、脳の中のシナプスが結合していって、その意味ありげにこうどんどん強化、そのこの流れ、例えばここに入力入ってきたら次はここ行くんだって、ここが一番光る、バチバチ電気が流れるんだと、でここに電気が流れたらこっちにも行くけど、実はここに一番電気が行くんだみたいな、こういうのはそのシナプスのからどんだけシナプスと次の、神経細胞がつながってるか、正確にはつながってなくてちょっと離れててですね、ここから神経伝達物質が出て、神経伝達物質もらったビリビリビリってまたこいつが発火してですね、また次のやつに電気を送るっていう、そんな感じになってるんですけど、これが、この細胞とこの細胞がどんだけ強くつながってるのかって、これ重みっていうんですけど、この重みがそれぞれ、もうシナプスがですね、もう何千億個も、その、一個の神経細胞からこう何千何万と出てるわけです。で、それの
これとこれがどんだけの強さでつながってるのか、これとこれがどんだけの強さでつながってるのか、これとこれの、まあ、どんだけの強さでつながってるのかっていうのがパラメーターとなって、数学的なパラメーターとなって脳が機械として動いてるんだという説が、まあ、今一番信用されてますし、ニューラルネットワークとか、あのコンピューターの世界ですね、ディープラーニングとか、ああいうのはそういったメカニズムで動いてるわけですね。で、そうすると、まあ、例えば、カーという音が聞こえて黒い鳥が見えたら、カーという音が聞こえて黒い鳥が見えたらそれはカラスだみたいな、こういう概念がですね出てくるわけですね。で、カラスという特徴はどうやら鳥である、鳥という概念と黒という概念が一緒に現れるとそれはカラスであるとか、そんな風にですね、脳の中にはいろんなこう多層に何段も何段も記憶のこのニューラルネットワークが積み重なっててですね、こうその概念を表す、脳細胞がところどころにある。だから全く同じじゃないかもしれない、似たような概念を表す細胞がここにもあるし、ここにもあるし、ここにもあるし、いっぱいあるんです。これは脳はそういうふうに自由度があってですね、だから1個の細胞やここら辺の細胞がですね10万個くらい一気に死んだりしても記憶が完全に途絶えるわけじゃない。なぜならばいろんなところでそれと似たような概念を記憶してるわけなんでね。この脳細胞、ここにはなんか20個くらいしか丸がついてませんけど、ここに1000億個とか2000億個とかあるんですよ。で、その中でも、あるそのシナプスの重みは、一体何を格納してるのかっていうと、人間の言語で言うとこういうことです。〇〇は〇〇である。これだけなんです。ここにですね、まあ一言じゃ表せない概念もありますよ。またこれが、何の概念なのかっていうのが今の私の日本語では表現されないほど複雑な概念もあります。ただ何かを記憶してるわけですね。それをつまりまあなんかこの〇〇なんだっていいわけです。あるものが黒い塊が見えたらそれはカラスであるっていう情報を格納してるところもありますし、いや黒い塊が見えたらそれは泥団子であるっていう情報を格納してるところもあります。つまり〇〇は〇〇であるっていう知識だけがここに詰まってるんですね。例えば、スイカは好きである、おにぎりも好きである、なんとかは嫌いであるとかですね、あの友達は好きである、この友達はちょっとみたいなのが〇〇は〇〇であるっていうのは延々と格納されてるわけです。で、これが言語化できるところで使われているもの、これが潜在意識、そして言語化できないところででこう格納されている情報、これが潜在意識っていう風に理解してください、ね、潜在意識の方当然いっぱいあるわけです。で、なんか嫌だなっていう、こう〇〇は嫌であるみたいなのがいっぱい、〇〇は好きであるみたいなのがいっぱい入ってるわけです。で、この好きである嫌いであるっていうのが生存上非常に重要だった、まあ、時期があります。それが、まあ、爬虫類以前と言われているんですけど、つまりまあ嫌だなっていうのはこう恐怖、痛みとかと結びついてるわけですね。で、いいな、あ、欲しいなみたいなのはその快感中枢と結びついてるわけです。で、それが爬虫類の脳って言ってまして、レプティテリアン脳、つまり脳の中心部の大脳辺縁系っていうところですね、旧脳って言われてるところはそういう嫌である、好きであるっていうような情報と結びついてる細胞が多いと考えられてるわけです。でも、まあ、その好き嫌いと結びついてる、情報もいっぱいあるんですけれども、まあ、それがね、昔はそればっかりだったんです。でも、それだけだと、本当直感的な行動しかできないわけですね。うわー、好きだ、行こうとかね、うわー、嫌いだ、逃げようって、こんくらいしか行動できなくなっちゃうわけですね。だから、この〇〇は〇〇である。だから、〇〇、つまりこの一個一個の素子が何かの概念を表してるんです。だから、算数は、楽しい、算数は有用とか、算数は、ちょっと小学生の時は苦しかったとか、いや中学生になったらもっと苦しかったとかですね、まあ、そういう記憶が一個一個つながってるわけです。じゃあこの概念、例えば中学生っていうのは何からできてるかっていうと、自分、10年前、いやもうちょっと前ですかね、とは10年前、15歳の時とか、こういろんな概念からこう投射を受けてて、それがこう発火すると、あ、これは中学生の時だなみたいな細胞がこれまたいっぱいあるわけですね。そういったいろんな細胞と結びついて、要はどの概念からの投射を受けてるかによってその次の概念が定義されていく。だからまあ
この細胞が1個できたらずーっとそのまんまだって言って、その概念を表し続けるってこともないんですね。なぜならば人間の脳には常に新しい情報がインプットされてきているんで。まあ、その中でも過去の記憶が一斉に消えないように、まあ、おそらく寝てる間にですね、いろんな操作をしてですね、まあ、ランダムな信号を入れて、そうするとですね、強い、結合を作ったところだけが生き残っていくっていうメカニズムがあるんですけど、まあ、そういったのを睡眠中にやってると思われていて、まあ、要は意味ありげな、生きていて有用だったな、良かったな、苦しかったなっていうような感情と結びついたような記憶だけが優位に残っていくってことになるんです。おとといの夕食何食べました？おとといだったらまだ思い出せるかもしれない。はい、23日前の夕食何食べました？もう思い出せないですね。これはですね、その感情と結びついた記憶になってないからなんですね。じゃあ、二十歳の誕生日、何食べました？あ、覚えてらっしゃる方もいるんじゃないですか。それはですね、あ、誕生日誰に祝ってもらったなとかね、あ、好きな人がいたなとか、そういう感情と結びついて、その情景が思い浮かぶことができるからなんですよね。そういった、だから、価値ある情報、自分が生きていく上でいいなって思うような情報、自分がいいなっていうのは悪いなっていうのも入るんですよ。なぜならばそういう状態に入ったら、自分の生存確率が昔はですね、下がってたわけですから、その爬虫類だった頃はですね。だから悪いなっていうのも大切な情報なんですね。いいなっていうのも大切な情報なんです。そういう感情と結びついた記憶だけがここに残っていくっていう、そんなメカニズムになってるんですね。そうです。この〇〇は〇〇であるっていうのが、どん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 蓄積されてって、これが、ちゃんと線引きされて、こうじゃないときは黒だ、こうじゃないときは白だ、みたいな明確な線がですね、脳の中にしっかりと分けられてる人、これがいろんなことを知ってる人っていうことであり、まあ、頭がいい人っていうことになるのかもしれません。さて、これが脳の中でどのようなメカニズムで、この一個一個の素子ですね、まあ、ニューロン、脳細胞、1000億個くらいあるものがリカレントでくっついて、どういうふうになってるのかっていうのを、ちょっと今日は概念で話してみました。それではまたこの続きについてね、まだ面白いんですよ。また次回やっていきたいと思います。最後までお聞きいただきましてありがとうございました。